ペンペピードですね、分解、これが生体内ではアクチンフィラメントを拡張しながら行われるんですけれども、その糖沈殿が起こるとき、ATP 分解しながらどんなことが起こるのかというのを説明します。この反応はですね、 ATP とアクチンで起こるサイクル反応なんですけど、生体内で筋肉の中で ATP というのは細胞の中に常に一定の濃度で存在しています。 ATP が消費されたらですね、ファイト系とかいろんなところ、リン酸を保存しているところから ATP が再生されてですね、常に一定の濃度になるように存在しています。アクチンもミオシンも筋肉の中にあるってなったらですね、この反応が常時動きっぱなし、このサイクルが常時回りっぱなしになってしまって、筋肉は常に収縮しっぱなしということになってしまいます。でそれでは困るので、どうしてればというと、筋細胞に刺激が伝達されたときだけこの反応が起こって、刺激が伝達されないときはこの反応が起こらないように制御されています。でそれに関わるのがカルシウムイオンになります。皆さんのアクトミオシンにも含まれているんですけれども、アクチンフィラメント構造を見るとトロポミオシンとか、トロポニンというタンパク質があります。これがその、カルシウムイオンによる、調節に関わっているタンパク質になります。神経からですね、筋細胞、すなわち筋繊維にですね、刺激が到達しますと、その刺激がですね、細胞の膜系を通って、筋小胞体にまで伝達されます。筋小胞体には、細胞質中のカルシウムイオンを組み上げて貯蔵するカルシウムポンプというのがありまして、それが常時働いている。筋小胞体の中はカルシウムイオン濃度が高くなっているんですけども、小胞体の外側はですね、カルシウムイオンはほとんどないという状態に保たれています。筋細胞に刺激が伝達されると、この筋小胞体にあるカルシウムイオンチャンネルが開く。すると小胞体から外というのがアクチンフィラメントとかミオシンフィラメントがあるところなんですけども、カルシウムイオンが放出されていきます。そのカルシウムイオンがトロポニン C、 トロポニン C の C はカルシウムの C になります。ここにカルシウムイオンが結合すると、トロポニン C はすごく大きな立体構造の変化をします。でその情報がですね、隣にくっついているトロポニンアリンはトロポニン T、 さらにトロポミオシンに伝達される。するとアクチンの上にトロポミオシンがこうやって横たわるように結合しているんですけど、これがちょっと位置を変えます。するとですね、アクチン分子上のミオシンと結合する、ミオシンはアクチンと結合するんですけど、アクチンの特定の場所に結合するんですね。特定の場所が表面に出てくることによって、この反応が可能になります。ここでアクチンから離れますけど、またくっつくことによって ADP とリン酸が分離されてサイクルが回るんですね。だからアクチンとミオシンがくっつくということができなかったら、サイクルが回らない、筋肉が収縮しないわけですけど、刺激がないときはですね、このトロポミオシンがアクチン上のミオシンの頭部が結合する部位を邪魔して、これが起こらないようにしています。でカルシウムがトロポニン C に結合すると、トロポミオシンが移動して、これができる。で刺激がやみます。収縮の必要がなくなって刺激がやみます。やみますとですね、常時働いている筋小胞体の脇にあるカルシウムポンプ、これがここら辺の周りに漂ってたカルシウムイオンをどんどん小胞体の中に組み上げていきます。カルシウムイオンの濃度がどんどん下がっていくと、ここに結合していたカルシウムイオンもここから乖離してですね、で、また立体構造が変化して刺激がない時の状態に戻ります。アクチンとミオシンの結合をですね、トロポミオシンが邪魔して、筋肉の収縮が止むということになります。アクチンフィラメント、それから、ミオシンはですね、こういう構造を皆さんの場合も保っています。皆さんのアクトミオシンもトロポミオシンはトロポミオシンなので、溶媒の中にカルシウムイオンを入れたり入れなかったりすると、 ATP を入れた時に起こるこの反応の、が起こったり起こらなかったりするはずです。 ATP が分解されて
ADP とリン酸が放出されるためにはですね、パクチンとミオシンを結合しなきゃいけないので、カルシウムがないときは結合できないんで、リン酸の有利がない。カルシウムがあるときは結合できるんで、リン酸が有利してこのサイクルもあるということになるはずなので、 ATPS 活性をですね、皆さんはカルシウムのある条件、ない条件で2通りで測って結果を比較してもらうというのが今日の実験になります。でこのカルシウムによる筋肉の収縮調節というのは、筋肉の種類とか動物の種類でだいぶ違ってます。同じ脊椎動物でも黄金筋はこのトロポニンによって収縮が調整されてますけれども、平滑筋ではですね全く違います。カルシウムが結合するところはトロポニン C じゃなくてカルボジュリン、別のカルシウム結合タンパク質になります。また同じ黄金筋でもですね、無脊椎動物、例えば軟体動物とかではですね、カルシウムはトロポニン C にも結合するんですけども、ミオシンの、このアルカリ検査とですね、こっちの方に結合する。で、それによってアクチンとの結合が促されて収縮を起こるというふうにですね、動物の種類によっても異なっています。